なんかちょっと歯が取れて、なんか滑舌悪いですけど、もともと悪いか。今日ね、だからまあいろんな話したいなと思って、いろいろ YouTube で講演会の話とかあったんだよね。良い講演会の話、悪い講演会の話をちょっとしてみようかな。まず良い講演会、まあ今の現状で、あの俺なんかだからその講演会っていうのはあんま反対なんだけど、良い講演会の、俺が入った時のね、良い講演会の定義ってどうだ、どうだと思う？その力士、応援する力士が強くなるためにいろいろ尽くしてくれる、うん、そう。でもさ、結局良い講演会の定義って、まずじゃあこういろんな有志の人が集まってきて、ある程度だからそこの地元の名士の人とかが結構バーバーって集まってくれるじゃないですか。それであらかじめだからその世話人一同みたいな形にこうしといて、でそこから講演会がバーって広がってくるんだけど、その時にまあまあだから講演会じゃあ出してあげようっていう人がまあ昔は結構いたわけで、そのお金をあのやっぱり1年かけてお金をかからないようにしてプールして、ずっと将来だから年寄り株買うためにプールしとかなきゃいけないんだけど、なんかこう講演会の人で勘違いして、その金はみんなで飲んだり食ったりする金だとか言って、みんな飲んだり食ったりしたりするこうアホな講演会も多いわけよ、うん、だからそういうことのないように、良い講演会っていうのはだからそういうふうな形でちゃんとお金を集めてあげる。まあなんか俺のなんかまあ昔お相撲さんだった人間が講演会やってやってんだとか言ってるわけよ。あすごいねとか言ったんだけど、であんまりこうその親方とかその関取に大事にされないっていうから、パーティーは やってやったって言って、でじゃあパーティーやってやって、じゃあその関取にいくらお金渡した3万円とか5万円とか、お前それじゃあもう講演会やらない方がいいよ、でもしんどいだけだから、ね、もうみんなにこうなんていうの、その講演会をやってやったっていうだけだから、自分も絶対もう手引いてちゃんとした人にやってもらった方がいい。それはお前もう一生恨まれるだけだから、ね、講演会やってやったって言っても自分の懐に入れたら意味がないわけで、いや俺は入れてないって言うけど、入れてないって言ったりもそれぐらいしかやれないってことは、入れてやったと、入れたと同じ意味合いがあるよ。ちゃんと、じゃあいい講演会の意味で言ったら、まあじゃあ講演会で1000人ぐらい入ってきてくれたとするやん、地元の。まあ20年、30年前の話だよね、俺は。そしたらまず1万円の講演会、じゃああの、まあ番付絶対送る。番付たカレンダー。で、番付送ったりすると大体、どうだろう。1回に100円以上かかるよね。で、まあ、年6回だから1000円かかります。で、カレンダー送りました。で、カレンダーの定価っていうのは、まあ、700円、800円ぐらいするんだけど、でも、俺たちが買えば、250円ぐらいで買える。300円まで。で、それをこう、送ってまた1000円かかって、そんないろいろやったら、まあまあ、3000円ぐらいで収まるような形にして、それの後の残りは全部、こう、プール。でそれをこう10年でも頑張ってやったら、そしたらあの年寄り株の多少にお金にはなる。まずうちの師匠がね、師匠が言った言葉があって、うちの師匠がね、大体その当時年寄り株って3億円かかるんですよ、講演会長に3億円かかるんですよと。でまずだから1億円はだから個人でコツコツ貯めさせますと、高通力にコツコツ1億円は貯めさせますと。でそれあの、まあ、退職金とあと引退相撲でまあそれぐらいはなんとかなると。であとの1億円はなんとか、だから自分がなんとかこう都合つけましょう、あとの1億円はだから講演会でこう見てくださいっていう話で、こう講演会親方がそのそういうふうに話をして、で講演会が出て、1億円だったらその時まだ景気が良かったから、じゃあこう有志の一同ね、一人じゃあ、まあ、300万円集めて30人いりゃ1億になるだろうみたいな、そんな感覚でいたから、まあまあ大丈夫でしょうみたいな、でそういう形でお金を貯めていくっていうような講演会の方法があると。でもそれだって一般の人も全部含めてね、入れて、でその講演会、まあ5000円でもいいじゃない、5000円でももうそういうのを集めて、でそれでこう、まあ、地元ね1年に1回か2回来た時にはちゃんと地元でイベントして、でみんなが喜んでもらって、でそのパーティーをこういうような形で講演会に人集まって、でもそんな昔みたいにたくさん人集まんないから、自分がだからその一番最初十両上がった時は福岡県出身になったから、福岡県ってその関取が8人9人もいたから、で
やっぱその九州場所っていうのがあるから、まあ、方々で応援してくれる人がいたから、なかなかだから地元で応援するっていうそのイメージはなかった。だからやっぱ後援会の人も極力少なかったし、まあ、いないに等しかった。後援会のお金を集めるのも大変だったし、だから後援会って面倒くさいよな、できればない方がいいよなって思うのが俺の本心で、ないのがいいよな。応援するんだったら個人的に応援してくれればいいよな、別に後援会なんか作る必要もねえよなっていうような感覚で、やっぱ後援会やって後援会の人間の中でも悪い人間もいっぱいいるから、そこでこうその金をこうがめったりするやつもいるから、うん、そういうのが一番辛いよね。